はい、NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年3月8日16時29分です。まあ、昨日ね、締め切りで、みんなで作ると、いわゆる国政政党の破産申し立てをしてですね、それに対して最後もう一回反応させてくれと。いうことで大津側の、弁護士豊田健二弁護士から、準備書面が来ておりまして、ちょっとまあこれ見たい方は一旦停止してこれで読んでいただければと、これちょっと一旦停止で全部で5枚です。なかなか見えないでしょうけどね。まあまああのまあまあ内容は大体で、これからちょっと解説をしていきますので、一旦停止をして見たい方はこれで一旦停止をしてですね、見ていただければと思いますが、以上ですと。で、めっちゃおもろいこと書いてあるんで、まず、はいはい、もうね、破産することはないみたいなことは書いてきてないですよ。そのお金ができるから、破産はしなくていいとか、大津一生懸命なんか言ってたけど、そんなことは一切触れてません。言ってきてるのは目的の不当性。申し立てが誠実にされたものではないことっていうことだけ言ってきます。で、1、もっぱら他の目的を持って申し立てがなされていることということで、まあ申し立て人はまあ名前出てるんで、ひろいさんと上の、ひろいさんは独自に債務者を被告として貸金請求訴訟を起こしている。これが 1.7 億円の方なんですけど、まあこれをしてるから、貸金回収 のためにはその訴訟で判決を得て強制執行することで足りる、つまり今やっている、千葉地裁の4000万円をですね、裁判してるんだから、それで4000万円強制執行したら足りるじゃないかと、まあ広井さんも認めてる通り、この民筑党には政党交付金を原資とする資金が多くあり、しかもそのうちの1億7500万円がりそな銀行により凍結されているため、保全も十分である、保全が十分でないとすれば仮差し押さえ申し立てを取り下げるはずがないと言ってきてるんですけど、だからあんたらみたいに金金金じゃないのよ、ね、これ申し立て人のひろいさんは一人だけ4000万取り返せばいいなんて発想を持ってないのよ、でもあなたたちから見たらなんでだよ、もう先に裁判して、こんな破産なんか申し立てる前に先に裁判したら、先にひろいさんが4000万円回収できるから、ね、それはおかしいんだとか言ってきてるんですけど。ああ、なるほど。そういうことが。そう、申し立てが不当だっていうのを、まあそれで2番、それにもかかわらず申し立て人が本件申し立てに至ったのは、蘇我、まあ、立花隆及び村岡弁護士にそそのかされたからだよ。もう僕と村岡先生が、ひろいさんをそそのかしたらしいです。そそのかされた。そそのかされたって書いてある。もうめっちゃ、もうね、もう裁判所にこんな言い方するんですね。もうめっちゃ、もうここまで来ると、もう本当に、ポスター台でもはっきりしたように、あいつらもう、なんか、ピンポンの電源を切ってたから、ネット選挙からのポスターが届かなかったと言ってるわけですよ。でもほんのお前別に頼んだポスターどうやって受け取ってんちゃう話なんです。取りに行ったっていうか、まあ、まあ、とにかく、まあ、こういうことしてますと。で、そそのかされたから。なぜなら、ひろいさんは本件申し立てによって、債務者を破産させても、何の利益もないからである。要は、大津彩香、まあ、やる、国政政党のね、みんなで作る党を破産させても何の利益もないからである。まあ、利益あるよ。破産させて、ね、今年中に、一回全部破産してお金をやったら、来年以降これね、こいつ本当にこのトヨタってほんまにバカで、これ会社法だったら破産したらなくなるんだけど、国政政党はなくならないのよ。つまり大津彩香を排除すれば、来年斉藤君になれば国会議員だから、大津彩香と斉藤君の違いって何が違うかって言ったら、国会議員で一般人、審判人ちゃうよ、一般人やね。大津彩香が代表してても、政党助成金入ってこないの。ね。だから、何の利益もないわけじゃないの。ね。大津彩香を排除したら、お金を貸している、このひろいさん、他300人の人たちは、また政党助成金が入ってくるから、だからやってるの。だから、何の利益もないこと、ないからであるっていうのは、お前らはこれしか見えてないわけ。だから私含めてその他みんなの返済原資が新たにできるからっていうことですね。そういうこと、そういうこと。そういうことです。だから今年だけのことしか見てないのがこの大津の言い分ですね。これら申し立て人が、貸金請求訴訟を追行して判決を得て強制執行により回収を図る場合と、
ミンツク党が破産して配当を受ける場合の財産から、手続き費用や関財人奉仕、おそらくは総務省からの政党交付金、残余分返還請求分も控除した残金が一般破産債権者の債権額安分で配当されるを比較すれば明らかであると、まあ、それはその通りなのよ、うんうん、目先の返金は全部で最大 30% しか返ってこないから、うんうん、4000万円じゃなくて1200万ぐらいしか、まあ、1000万ぐらいしか返ってこないわけ、うん、そうすると広井さんからしたら4000万が1000万になるから、うん、それが不当な申し立てだとこう言ってるわけ、うんうん、でもお前らみたいな考えじゃないから世の中の人はね、みんなで困った時はお互い様でやろう、まあ、何よりも破産法にそんなの返破弁済やったところで4000万返してもらっても後からもうそれ返破弁済やからあと3000万返せとか普通に言われるからそれやっても意味がないのよ、うんうん、はい、で次立花及びその、村岡弁護士は、昨年3月29日以降同月、まあ、3月8日今日ですけどね、みんなの、まあ、国政政党の代表者になった大津彩香が辞任した、解任されたと主張し、必要に大津彩香を、民族党の代表者から下ろそうと様々な活動をしている。それはその通りやね。お前が辞める言うたやから、大津さん。お前辞める言うたやから。それかお前辞任したやって話やろ。その後解任したやろ。解任されたからボスは届かへんと思ったやろ。何言うてんのって話なんですね。次。立花は現在に至るまで YouTube 動画で繰り返し大津彩香を罵倒し続け、誹謗中傷し続けているところ、その目的は、村岡弁護士が貸金請求訴訟の準備書面の別紙として、あえて、仮処分申し立て、を添付して、大津彩香が債務者の代表者でない旨の主張を繰り広げていることにも表れている通り、大津彩香が民族党の代表者を続ければ、罵倒や誹謗中傷だけでなく、様々な不利益を被ると、威迫、威嚇して、大津彩香の気持ちをくじき、事実を大津彩香を退任させることにある。その通りその通りなのよ。否定も何もしてるかいな。大津彩香を威迫して威嚇しても、やめないんやよ。やめないですね。やめないの。じゃあ、威迫や威嚇してるって言うんだったら、うん、どこに行ったらいいの？裁判所。警察やん。あ、警察ですね、うん。俺が脅迫してるって言うの、俺と弁護士が。うん、行ったらええやん。うん、別に違反してるよ、合法的にね、うん、だってあなたが いたら実際国会議員2人離れていってるじゃん。でも俺がやってる時国会議員2人離れていってないじゃん。経営者としての、法人の経営者としての能力が乏しいから、だからあなたはまあ、いわゆる無能だね。それがあなたにとっては違反とか威嚇に見えるんだろうけど、合法でしょ。当たり前じゃん。国政政党の代表名乗るんだったらあなたが辞めるって言ったのに辞めないんだから。で、それこそ斉藤君とのやり取りも全然バカにしてやるから逃げていったんでしょ。で、おまけに挙句の果てに斉藤君や浜田君を訴えて3億3000万ゲットする。なんか書いてないけど、お前ら頭のもうお前ら湧いてんねん。まさに頭湧いてるってそういうことよ。もう寝言は寝てから言えって話だけどね。で、まあそういうことで大津彩香を退任させることになる。もうその通りですよ、うん、はい。で、本来、民族党の代表者の地位は、ベスト東京地方裁判所の裁判、いわゆる3月21日に予定されていることから判決がね、うん、その判決を待てばよいはずである。しかし、立花と村岡はその判決で大津彩香の代表者の地位が覆される可能性は低いと考え、あの手この手で大津彩香の事実の退任を実現しようとしてる、しようとしてるのである。アホか。お前らが3月21日で負けてもまだ控訴もするし上告もする言うとるやろと。お前らその間に何も金つくとんねん。その金を止めるために破産の申し立てしとんねんやないか。なんで3月21日に予定されてその判決待てばいいはずであるって。お前3月21日にお前負けたら、斉藤君に負けたらそのまま控訴せえへんちゅうこと言うことか。でも本人、大津さん言い切ってましたよ。裁判所の判断に従うって。だから裁判所の判断は最高裁。それでした。いや、一審判決に従うって言ってた。言ってた。あ、まあ、でも、僕との対談ではね。まあ、あいつ自身はもう嘘つきやからね。まあまあね。まあ、だから、簡単に言えば、3月21日までのお前ら金使うやんって。うんうん、結局、斉藤君や浜田君に対して、3億3000万円金払えて裁判を起こすときに、その印紙代使うやろ、うん、何よりも、その時に、トヨタ弁護士に弁護士を払うやろ。3億3000万やったら2000万とか3000万払うんちゃうか。安くても500万とか、弁護士費用払うやん、大津は。
事務所も借りてるんですよね。それで事務所も借りてるし、それが困るっちゅうてんねやん。開発室渡すって言ったのに、こっち。それが困る言うてるね、うん。何言うてんのって話やんか。うんうん、ね、待てばいい話ちゃうねん。お前ら一日一日金使っとるやん。それを止めるわけやん。それを債権者の人たちは困るからやってるんや。俺は正直、あの道徳的には困るけど、俺は法律的に一切困らへんからね、俺とか村岡先生は。困るのは、党にお金を貸してる人とか、党の従業員とか、党からお金をもらえる、いわゆる党の債権者が困るわけであって、その代表で、ひろゆきさんがやってくれてるだけでね。全然を待てばね、その判決を待てば良いはずであるって、うん、まあね。お前らはそれまでにお金をね、使い切って、大津が破産、個人が破産するなりね、やりよるから、破産の申し立てしてるんやんっていうことですよ。はい。本件申し立てもその一環である、その主たる目的が大津彩香卸しであることは以下の点からも、お言うに認められるで、ひろゆきさんは、4000万円返せって裁判も、大津彩香の債務者の、大津彩香を民族党の代表者と認めていない。そうやね。認めてないけど、やらざるを得ないから、仕方なく大津彩香にしてるだけで認めてへんで。代表者は斉藤君やって言った裁判所に、いや、斉藤君はとりあえず今回は、千葉に行ってもうたやんか、うん、とりあえずなしで大津さんでやりましょうってなったから、やってるだけの話やんか。で、立花隆が大津彩香が債権者の代表者の地位から下ろすため、意図的に取り付け詐欺を演出している。意図的に演出してできんのか。ね、そんなの俺の言うことが、俺の言うことを聞く人ばっかりだったら、それは全然それでいいよ。でも、意図的に取り付け騒ぎなんか演出したところで、取り付け騒ぎなんか起こせないじゃん。皆さん、大津彩香は条件をね、去年のまさに1年前、お金のことに関して俺の言うことを聞くから、大津彩香は代表者になったんや。で、だから大津彩香にお金の引き継ぎしてなかったんや。でも、大津彩香が立花の言うことを聞かないよって、それを皆さんに言っただけじゃん。そうすると今だったら早い者勝ちでお金を抑えていくから早く抑えた人が勝ちになるけども、そんなことしたらね、早い者勝ちになるのまずいから、とりあえずこのまま大津さんが辞めないんだったらみんなで金返せってやるしかないですよね。それが取り付け騒ぎじゃん。え、でも斉藤君だったら取り付け騒ぎ起こってないんだから、取り付け騒ぎなんて起こそうとしても起こせるものじゃないの。まあね、その辺のバカどもは立花が起こそうと思えばできると思っとるんだろうけど、そういうものではないんだけどね。で、本件申し立ては、党を支援する債権者の多くが、大津彩香が代表者であるようなことに不安を感じ、などと大津彩香に取り付け騒ぎの責任があるかのような意図的な誤解を招く記載があること。誤解なんか。大津彩香が代表してるから斉藤君は辞めたんやんな。うん、そういうこと。とりあえずな。そういうことです。今年の政党助成金取れへんかったんや。何の誤解があるのよ。まあもうこいつらほんま頭湧いとるからね。次、そもそも債務者について破産手続きを開始すべきかどうかの判断にあたり、代表者が誰かはほとんど関係がないにもかかわらず、本件の申し立て書では大津彩香が代表者を辞任しない経緯が必要に記載されていること、うん、当たり前やないか。大津彩香が代表やから破産すんの、お前らそんなもわからんのか。大津彩香じゃなければ次の衆議院選挙、参議院選挙に優秀な候補者を立てて、ビッグスポンサーからお金をもらって選挙をするから、破産なんてしなくていいのよ。でも、大津彩香は、国会議員が逃げていく、次の選挙で勝てないから、因果関係があるの。破産と、ね、大津彩香が代表者であるかどうかについて、必要に記載されてるのは、当たり前のことなのよ。ほんまに湧いとるな。ほんますごいな。大津彩香や豊田弁護士って、本当に理解力が乏しすぎると。本件の申し立ての6ページでは、申し立て債権者はこれまで立花氏らと協力し、大津代表権問題に助力をしていると記載されているも同じことやね、これ。要は、大津おろし、大津彩香おろしであること。そうやって。否定せえへんって。大津彩香やめてくださいなの。ね。で、債務者の代表者として、債務者の口座に、にて、政党助成金の交付を受けたに過ぎない大津彩香の行為について、資金を債権者に隠匿しようとした、などと不当かつ不適切な評価をしていること。うん、それが原因やんな。うん、大津が、リソラ銀行の口座にしときゃいいのに、新たな口座を作って、そこを隠したんでしょ？なんで隠すのよ。国政政党がお金をね、入ってる口座を隠す必要性ないじゃん、なってないじゃん。バレたって、
どうやってそれ裁判で買った人がそこから取り立てるだけでね、口座なんてどこの銀行にあるなんて言ったって誰も取れないよお金、それを隠す必要性が何があるのって聞いて意味わからんから斉藤君いかへんかったからね。重要なことやね、これ。そうですね。ね。で、政党助成金の交付を受けたに過ぎないって、お前、リソナに入れたら使われへんから別の口座に入れたやろ、正直に書けよ、お前。うん、次、本家の申し立ての7ページでは、みんなで作るとの代表者として、みんなで作るの政治活動のために適切な資質をしている大津彩香氏について、民粛党の資質が適切らしいよ。民粛党ってね、T シャツ作ったり、そこでね、高いお金払ってね、うん、事務所作ったり、うん、ね、それが適切な資質してるんやて。で、民粛党の資産を隠匿し、これを支障する意図があるとか、法の不備を利用して代表者であることに行使し続け、適切な債権者対応、財産管理を全く行わず、今日現在もなお隠匿した約1億7000万円を飛翔し続けている恐れがあるとか、事実に反して不当な評価を含む記載をしていること。口座じゃ見せてみんよ、お前。不当じゃないって言うんやったら、何に使ったか、この1年間お前が使ったかね、お金と支払い先と目的公開してみろよ。ね、そんなの、ほんますごいね。次、ね、8ページ、大津彩香が、みんなで作る党の代表者として流出した資金の取り戻しのための手続きや不当な訴訟や支払い督促の対応のために弁護士に依頼していることなどを捉え、債権者差害行為として破産詐欺罪となることを警告し続けなどと威嚇していること。お前こそ俺威嚇してるやん、逮捕されるって5月10日に言うとったやん、去年の。そもそも犯罪者、破産詐欺罪になることを警告し続けることは威嚇なのか？注意喚起やろ？そんなことなければ堂々と反論すればいいわけ。ね？それが本当に精神的な威嚇になって違法な威嚇だって言うんだったら、直ちに警察に言ってください。はい。威嚇なんで、脅迫とかで言ってくださいね、直ちに。はい、次、項25条の陳述のほとんどは立花や、村岡弁護士の誘導及び指導により作成されたものであり、その内容のほとんどが大津彩香に対して返金を求めるというものであるのあること、つまり代表者個人に返済義務がないにもかかわらず、あえて大津彩香を威嚇する目的で、代表者個人に返済義務があるかのような表現がされていること。あのな大津彩香に金返せってみんな思ってんねん。いや、その心の叫びがお前らには分かれへんねんな。なんか腹立ってきましたね。腹立ってくるの？なんかこれ解説聞いたら、こいつらほんまにもうお前ほんまにな、お前自身は大津彩香、お前は自分で真面目にやっとんねやろ、それは分かる。お前アホやからな。アホが真面目にやるほど厄介なものはないねん、お前。俺が犯罪者やとか言ってるけどな、それこそアホの服部と一緒にさやっとるけど、とっとと警察行けよ、ほんなら。もっと具体的に何罪って言うてみんよ。まあ、国政政党の金は会社法の適用がないことぐらい誰でもわかるのに、未だ会社法だとか言って特別背任だとか言っとるわけ。何法の何条に抵触するか言うてみんこらって話だ。ね。次、そこから発言、本件申し立て先だって、広井さんが村岡弁護士を代理人として申し立てた仮差し押さえについて、広井さんの立場について現代表者斉藤健一及び会計責任者立花隆からこうした実情の説明と協力の要請を受けたと説明されている通り、広井さんは立花の意向に沿って法的手続きに協力しているに過ぎない立場であること。じゃその通りや。何言ってるの、それ何争ってないやん。まさにそれがいけないかのようなことを言っとるけどね、それはその通りですよっていうことですよね。上記仮押さえ命令申し立て書において、広井さんは1200万円の担保を供出されたとされているが、現在に至るまでこの取り戻しが行われていないこと。取り戻ししたいけど、お前どうせ同意せえへんかやってへんだけやねん。同意しないとね、この1200万円、4000万円の 30% を仮に押さえに行ったの。それをもう解除したんだけど、ちょっとこちらのそれがミスで、お前らが同意しないとこの1200万円返ってこないことが分かったから、
もうとりあえずもう今諦めてんの。待ってるだけ。破産が通ったらこの1200万返ってくるからやってないだけ。それぐらいひよいさんお金持ってるの。だから目の前の4000万が欲しいんじゃなくて、正義を貫こうとしてるの。お前たちには正義っていう言葉が多分響かんやろうね。自分だけのことを考えるんちゃうね、うん、大津がね、イミジックも言うとって俺に。めっちゃあいつ何回も言ってたよ、うん。自分のことだけ考えたらいいんですって言ってた俺、めっちゃ。まあでもそうでしょうね。もうあいつはだからそれはもうね、自分のこと、人のことなんかどうでもいい、自分のことを考えればいいのっていうことを政治家女子の子にも言ってるし、私はそういう人間ですと。もう人のことなんか考え、自分のことだけ考えればいいんですって、ずーっと私は思いますって彼女3回ぐらい聞いたから、うん、そういう人ばかりじゃないのよ、世の中は、うん。自分のことばっかり考えていたら、友達もお金も入ってこないの。うん、人のことを考えると、人脈ができて、信用ができて、お金も入ってくるっていうことやけどね。次、本件申し立て先だって、ひろいさんが村岡弁護士を代理人として申し立てた、再生手続き、まあ、いわゆる民事再生のことについても、ひろいさんの立場で、これまでも立場の協力者も同じこと書いてるね。本件申し立てのでも、大津彩香卸しが主目的であること。もうここは一緒やね。もう、だから大津彩香卸しが目的であれば、破産が通らないと思ってるのよ。もうそんな関係ないから。大津彩香を卸せば、来年以降お金が入ってくるから大津彩香卸しをしているだけの話でね。お前たちは今年のこれしか見えてないだけなの。はい、次、上記再生、手続き事件において申立人は1200万円の預金を、拠出したようである。もうだから、1200万円2回出してくれてるんですよ。で、少なくともその一部は返還されていない。返還されていません。1200万のうち1000万円返還されました。うん、1000万円は広瀬さんにお返ししています。残りの200万円は、残りの200万円と残りの1200万円は、実は僕が去年の6月にお借りした約6000万円が原資です。はっきり言っておきますよ。立花にお金がないってわけじゃないんでね、ちなみに。仮執行申し立て事件、まあ、云々と同じく、申し立て人の行動は、およそ経済合理性に従わないものであり、これらの点からもその目的が、債権の行使ではなく、大津彩香卸であることが強く推認される。強く推認じゃなくて、大津彩香卸なんです。何もね、お金を貸した人は、お金を返してほしいとか、利息を欲しいんじゃないんですよ。この国をちゃんとしてほしいって政治的な思いでお金を貸してくれてるんですよ。お前らそれまで今まで、ひろいさんのお金は寄付だとか言うとったやん。いつの間にこれ考え方変えたん？ね、黒川もそうだけど、俺がヤクザから7000万借りたとか言って、裁判ではあれは間違いましたって言って、それいつ間違いに気づいてんっていうことも言わないんだけどね。次、民筑園代表者の事実の退任を実現することを主目的する、本件申し立ては、不正な目的で、もう正な目的での申し立ての典型というべきものである、ものべきであり、許されるべきではない。まあそうなんちゃう話ですよね。次、本件申し立ては破産手続きの本来の人とは全く異なる威嚇目的を持っていること。はい。その通りです。威嚇してますよ、合法的にね。ひろいさんと協調連携している立花や村岡弁護士は本件申し立ての経緯や新人記述の状況を自分たちの都合の良い解釈にて説明する YouTube の動画を繰り返し公開している。自分たちにとって都合の良いようにやってるっていうよりも真実を出してるだけじゃん。自分たちにとって確かに都合の良いように公開してるよ。でもお前たちもやったらええやん。うん、その通り。大津もやってるやん。うん、大津がじゃあね、自分でツイッターとかなんか、なんていうのあれなんかあいつの X? X っていうのなんかあいつなんかやってるやん。インスタじゃないわ。なんかお前、スレッズ。スレッズ買い取るやん。うん、お前らこそ都合のいい解釈でやってんやろ、どっちを信じるかは、うん、一般の有権者や債権者お金貸してる人が決めたらいいわけでしょ、うん、ね、都合のいい解釈にて説明するやつ。もうお前らにだけはほんま言われたくないわ、都合のいい解釈と、ほんまに。これらの YouTube 動画の内容は、いやでも、民筑党の代表者である大津彩香やその他債務者の関係者に伝っているところ、その内容は明らかに大津彩香を事実上の退任に導くための嫌がらせであり、威嚇となっている。だからその通りや、何度も言うけど。ね。威嚇となってるとか、お前威嚇になってた大津とっくにやめてるやん。うん、お前、威嚇になってへん。なってない、なってない。むしろそれで、私はいじめられてる、頑張らな、そうそうそう、私応援してくれてるっていうね。もうお前応援してんのはもう、明戸と宮川ぐらいしかおらんやろ。お
応援してるんかな。なんか金もらおうと思ってだけちゃうかなと思うけど、うん、まあいいよ。それでも本件申し立てはそのような威嚇の手段として使われてるに過ぎない。まあもうはい、もうその手段じゃないんやけどね。まあまあいいや。で、立花は債権者の債務者の資金約3億5000万円を借入れ金目的で持ち出した張本人であり、その代表する立花とか指導する株式会社は不正な手段により、債務者に対して8000万円の債務名義を取得した。本件申し立てはかかる債務者からの責任追及を免れるために、立花が自身の言う通りになる代表者を債務者に据え置くべく、その前提として大津彩香を、みんなで作る党の代表者の地位から事実上退任させるべく実行されている威嚇そのものと言っていい。あのね、破産が認められると、ね、破産管財人っていうね、人がつくんですよ。裁判所が認定したね、弁護士さんがね。そうすると、立花の借入金の3億5000万とかね、立花隆一人放送局が不正な手段で8000万取ろうとしたかどうかは、その破産管財人さんが調査するんですよ。わかりますか？俺が都合悪かったら、破産なんかさせられないんですよ。破産したら、裁判所が認定した破産管財人が、立花個人に貸した金は犯罪だとか、立花隆一人放送局が犯罪をしようとしてるって見抜かれてしまったら、やばいじゃん、うん、そんなことするわけないのに、それこそ大津から取り戻して別の人を置こうとしてるんじゃなくて、破産をしようとしてるよ。大津から斉藤君に持って行って、うん、隠蔽しようとするならば、そのまま破産の申し立てなどせず、うん、代表権訴訟を待てばいいのよ。で、大津から斉藤君になれば、俺の隠し犯罪がもし隠せるんだったら、犯罪をしてるんだったらそうしないと隠せないわけよ、うん、わざわざ裁判所の破産管財人に入ってもらったら、うん、俺の犯罪バレるのよね。犯罪バレて困るのは誰やねん。お前らやろ、お前らがやっとんねやろ、うん、この1年間、うん、俺たちが債権者を守るからって言って ね、うん、ね、絶対斉藤君や浜田君、少なくとも斉藤君は党所属の国会議員から外さない、うん、俺去年の11月ぐらいに裁判所で豊田さんに言ったの、うん、ちゃんと持っていてくださいね、斉藤君が所属政党党派証明書を出すから、そうしないと債権者に返すお金がなくなるからって言って、うん、それでお前らはね、俺たちがこんな破産の申し立てするって思ってないから不正な金使ってるんやろ、少なくとも使ってると俺思ってるで、それが犯罪になるかどうかは別にしても、お前らが使ってる金は全部お前ら個人に請求するからね、俺は弁護士さんが入っていて破産管財人が入っていても何も後ろめたさないけど、お前らこそ後ろめたいから言ってんやろ、とっとと破産を受け入れたらええやっていうことですよ。で、言ってることがお前ら言ってることめちゃくちゃ矛盾してるぞっていうことや。最後、このような本件申し立ては破産法の趣旨を逸脱したものと言わざるを得ず、許されるべきものではない。同じことしか言ってないですね、はい、まあまあ皆さんね、ネット選挙の選、まあ、判決が出たことから分かるように、あれで僕もすごい安心してるんですが、やっぱあいつら言ってることめちゃくちゃなんですよ、うん、これはもう間違いないです。で、もちろんね、破産が認められないとも思っていないし、うん、もちろん代表権は斉藤国王になるとは思ってるんですよ。僕たちが今一番心配しているのは、大津彩香がむちゃくちゃお金を使い続けて、うん、でそのお金が取り戻せなくなることを一番心配してるんですよ。だから破産の手続きを取ってるわけです。で、斉藤君が代表者となれば、今年の3億3000万だって、うん、少なくとも自民党に交渉に行くよ。自民党にその3億3000万のうちの1億6000万ぐらい半分自民党に行ってるから、うん、自民党本当頼みますと、これはさすがに我々のお金でしょと、うん、あなたところの総務大臣が大津が代表者だと認めたからうち入ってこいへんかったから詐欺やないかと、これはもう国会でも言い続けるし、あれだと自民党本場でするともう毎日連日やったろうかと思ってるから、うん、でも自民党さんはそれをちゃんと理解してくれると、うん、大津のままだったらダメよ、うん、大津は斉藤君や浜田君に見放された人だから、これは民粛党のままだったらダメだけど、ちゃんと斉藤君が代表者となれば、それは総務省として、手続きができなかっただけなんだから、うん、その分我々で来る3億3000万円が他党に流れてるから、少なくとも自民党さんや公明党さんや国民民主党さんの方には交渉に行くし、他の党にも交渉に行くよ、賛成党も含めて。
で、返してくれなければ、それは不当利得とか、何らかの形で法的手続きも取りますと。で、もし今年の3億3000万が返ってこなかったとしても、先ほど言っているように、そのビッグスポンサーの人から来年10億円ね、お借りするということが決まっていますので、もう我々としたら、債権者の皆様にお返しするのは、ね、政党助成金ではないにしてもね、確実なものを確定しているので、政党助成金で斉藤君や浜田君が今年いやいや大津と一緒にやらなくてもいいだけの、それだけのお金と、まあ、信頼をお金に変えて、ちゃんと確定しているので、返す日は少し伸びますけども、ちゃんと元本と利息を保証できるだけの私の信頼があるので、まあ今日もね、500万入ってきたよね。いや、すごいっすね。って言ったよね。ありがとうございます。いやいや、もう、はい、本当に。もう、昨日お会いした方が500万円ね。すごい。入れてくれました。まあ、でも本当にそういう信用があればお金は入ってくるっていうことなので、全然ね、お金貸していただいている債権者の皆さん、心配していたことはありません。うん、ね、それ 100% 保証するとは言えませんけども、私の信頼がここまである以上、もちろん国会議員2人が私の、ね、言う通りちゃんと動いてくれてることからも安心していただいて結構ですので OK ですので、まあ大津彩香という人物がね、これむちゃくちゃしましたけども、この1年間ね、僕自身が本当これ大津によって勉強になりました。だから、会社の問題、会社株の問題とかね、まあ、会社法とか、まあ、政党とは何ぞやというもの、だから会社は破産すると潰れるけども、政党は破産しても潰れないとか、いや、それすごいですよね。そういうことをね、調べていけたんですよ。もちろんその他いろんなものがあります。で、とにかく政党というのは警察や裁判所が介入せずに、国民の監視を受けるということからしても、会社法であればね、いわゆるその、NHK から国民を守ると、いわゆる国政政党のお金の使い方っていうのは、一般の会社に当てたら、それはとんでもない使い方をしてるんでしょう。ね。僕の、それこそ家族のね、家賃を払ってたりとか、僕個人がお金を借りたりすることはダメっていうのは、これは会社の場合は株主がいて、いわゆる株主代表者訴訟とか起こされるとね、それは問題があるんでしょうけど、国政政党は本当特別なんですよ。非課税ですしね、法人でも払わなくていいしってなった時に、誰が判断するのかって言ったら、警察や裁判所じゃなくて、国民の皆さんが選挙の時に選ぶっていうのが原則なんで、その代わりお金の使い方を公表するっていうことなんですよ。だから、大津は変にクソ真面目なんで、僕のお金の使い方はおかしいと。をわけわからん。まあ、ネット選挙のお金を流してるとかって言うわけですよ。それ流してるって俺何度も言ってるやん。流したお金が、立花個人に返ってきたらアウトなのよ。党の支持者を、いろいろな支持者がいるから、ネット選挙で採用してもらって、そこで、下請け、いろんなね、取引したり、雇用を生み出してですね、ネット選挙にお金を儲けてもらうことによって、これまでボランティアしてくれた人たちの雇用を生み出してるって説明してるのに、それが理解できないわけよね、大津には。それが犯罪だって彼女は思ってるわけですよ。で、そんなやつに国政政党の代表者を務められるとですね、債権者としたら困るわけです。だから大津彩香卸しをしてるんですよ、うん、大津彩香が威嚇と感じるようなことをしてるんです。ただこの威嚇は合法なんですよ。そもそもあなたが昨年3月29日辞めると言ったんでしょ。だったら辞めない理由をちゃんとカメラの前で言ったらどうですか。で、1億円とか稼ぐとか言ってるけどね、どうやって稼ぐの。斉藤君や浜田君から3億3000万円もらうって言ってるけど、それ説明したらや、YouTube かなんか出てきてさ、そんなことを本当にできると思ってんの。それこそ頭湧いてんちゃう。そのポスターのね、選挙ポスターの彼女の主張を見てるとね、全然関係のない。当事者はネット選挙なんだから、ネット選挙に一旦払った上で立花が悪いんだったら立花に裁判して請求したいわけでしょ。立花に誹謗中傷されてるとか言いながらね、お前俺に対して訴えてきてへんやん。なんか一個だけなんか3人訴えられてるけどね、あれも後の方でね、最近になって弁護士費用をね、払うためになんか誹謗中傷言ってるけど、刑事告訴されてるからね、あれ。受理されてるからね。お前らが被疑者となってる事件でこっち側が名誉毀損とかってやってきてるぐらいのやつだから、
いやもう本当頭湧いてるっていう表現が一番いいと思うね、うん、もう頭湧いてんであんたら。いや本当そうですね、はい、なんか債権者のが本当にそのお金目的だということを思ってる時点ですごい大きな勘違いですよね。生の声を本当に聞いてないのなって、もうやっぱ僕のところに山ほどもうお金返さなくてもいいんでっていう人がやっぱり山ほどいてて、お金貸してる人の全てはその金利を目的とかいうのはもちろん一部いらっしゃるけど、ほとんど大半が立花隆にかけたらこの国が良くなるんじゃないかというふうにして、自分が少しでもなんかできることっていう中でやってるっていう、もうそのね気持ちがもう全く分かってないですね。そうやな、恐ろしい。それはお前らの頭の中にはお前らの中の正義しかないんやろ、都合が悪かったら他人のせいにする正義しかないんやろと。恐ろしい。だから本当にね、日本で一番立ちの悪い奴らと今我々一番まともにね嘘をつかずにやってるのが今ぶつかってるような状況なんで、これはこれで面白いと思ってます。ちょうど1周年らしいですね。そう、今日でだから3月なんで、ね、1周年ということで、まもなくね、だから3月21日に代表権がどっちか、一審判決が出ます、うん。我々はもう負けたら一審で終わります。もうどうぞ大阪勝手にやってください。うん、あとは、債権者の方をお守りするために別の政治団体を国政政党に我々はするだけのことなんで、そこでちゃんとお返ししていきます。何度も言ってますが、お返しできる自信がありますから、大丈夫です。もう全然大丈夫です。大金持ちと有名インフルエンサーをパッチングするっていうことは着実に進んでるんで、うん、来年ね、もし裁判に負けても国政政党として復活することはほぼ間違いないですので、そこは安心してください。もちろん3月21日の裁判は斉藤君が勝つ可能性が極めて高いのでね、でそれまでなのかその後か、破産の今回のこの事件ですけども決定が下されますので、まあ、これで決定が下りて、まあ、相変わらず大津側は即時抗告って言って、うん、高等裁判所にまた文句をつけるんでしょうけど、まあ、即時抗告は、多分、1週間、2週間で、結果が出るので、まあ、その時点で、大津彩香がみんなの党の財産を使うことができないってなってしまいますので、そうすると、もう、諦めることになるかもしれませんし、うん、やるんだったらどうぞやってください。どちらでやったとしても、我々は、対応していくだけのことでね、こっち側は国会議員が2人いて、潤沢な資金も、まあ、潤沢とまで言えないけども、ありがたいことにね、うん、本当にいろんな人からお金をいただけるので、貸していただいたりするので、NHK の被害者を守る活動も続けていますのでね、向こうは、田島のところお金がないと思ってるかもしれませんが、そんなこともありません、ということでね、まあ、こいつらが頭おかしいことはね、まあ、これ以上、まあ、久しぶりにちょっと罵倒しましたけども、うん、本当は頭おかしい人たちで、じゃあなぜそんな人に代表権渡したのかって言ったら、うん、やっぱりね、池上彰さんの、娘役をやってたということや、まあ、他にやってくれる人がいなかったということですね。で、もちろん11億の見込みと11億の借金があるので、まあ、代表権渡してもこういう形で辞めさせることができるというのはあらかじめ分かってたので、で、まあ、去年の段階では若い女の子が政治に参加した方がいいだろうということでやったんですけども、まあ、若い女の子っていうだけではやっぱりとんでもないということも勉強になりましたので、これからはしっかりと社会で、経営者として頑張った方が結果としてお金を持っている方を国会議員にしていくと、そのためにそれなりに有名なインフルエンサーを担ぎ出していくっていうことでですね、皆さんにこれ以上ご迷惑をかけない、ご心配をかけない形にしていきますので、はい、はい、ね、あ、最後の僕一言だけ、もちろんどうぞ、はい、一つ誹謗、まあ、立花さんがね、罵倒しましたがということを言いましたが、はい、その罵倒されたりとか批判されるのが嫌なのであれば政治から足洗った方がいいです。政治ってある種それをされるのがある意味名誉であり、ありがたいその言葉なので、それを受け取れない大津さんはもう本当に政治に関わるべきじゃないです。そしてそこの政治に関わるのも自分が入ってこなくていいところにわざわざ自分から首を突っ込んできて批判とかそういったものを受け止めてるわけで、そして不正を正す、不正を見つけるっていうことはプロである破産管財人がやってくれるので、あなたがわざわざ大した素人の法律も知らない人がわざわざそんなことしなくていいんです。そこに自分が固執して今あるお金が欲しいからって言って首を突っ込んで、そこに批判と誹謗を食らって被害者ずらして
自分が辛い状態ですっていう風な被害者ポジション取るのはいい加減にしてください、うん、それをやめたければあなたはこの問題から足を洗ったら誰もあなたに興味がなくなって批判もなくなる、はい、なので平穏に暮らせる、はい、だから早く足を洗って引退して政治をやめましょう。それが大津さんあなたが一番幸せになる手段です、はい、僕からでした。完璧ですということでおります。大津彩香は早くチンパンジーになれと、チンパンジーちゃんは一般人になれというアドバイスでございます。はい、そうです。以上です。 NHK をぶっ壊す。